キヌ川温泉駅は、栃木県日光市キヌ川温泉大原にある、東武鉄道キヌ川線の駅である。駅番号は、TN56。駅周辺には、キヌ川温泉街が広がっている。浅草方面からの特急、キヌ、新宿方面からの特急、キヌ川や、藍津若松方面からの快速、藍津マウントエクスプレス、下今市始発の、SL 大樹等の始発。 終着駅となっている運用上の主要駅である。駅舎前の SL 転車台プラットフォーム、停車する SL 退治改札口島式ホームに面ム4線を有する地上駅。駅舎は線路の西側にある。駅舎側の一番線ホームは行き止まり式で下今市方面のみ発着可能。一番線の車止めの先に駅舎と一点二番線ホームを連絡するスロープがあり。 3.4番線ホームとは、湖泉橋により連絡している。SL 退治は当駅で折り返すため、1番線の隣に SL の向きを転向させる転車台が設置されている。また、絹立岩信号場と当駅の間は、伏線となっている。野岸鉄道合図絹川線、合図鉄道合図線直通の合図マウントエクスプレスと特急は原則として同一ホーム上で、 対面接続するようにダイヤが設定されている。出殺窓口、ツーリストセンター、待合室、売店、地元業者ウニへのカフェがある。自動券売機、自動改札機設置。1991年頃に1.2番線の上り特急列車限定で発車メロディを導入した。東武日光駅と同じ、クリスタル、クリアーリバーであったが、音程が異なっていた。 2014年3月16日からは、東部ワールドスクウェアのテーマソングをアレンジした曲に変更されている。東部日光駅管区参加の駅長配置駅で、鬼怒川線各駅を管理する。2019年度の1日平均乗降人員は2731人である。鬼怒川線の駅では、第1位である。2011年度は、東日本大震災の影響で大幅に、 乗降客数が減少したが、2012年度以降は、震災前の水準で推移している。近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通りである。絹川温泉も山上東部鉄道絹川線、快速、合図マウントエクスプレス区間急行、普通東部ワールドスクウェア駅絹川温泉駅、絹川公園駅、鉄道ピクトリアルアーカイブスセレクション23。 東武鉄道1950から60より、曲名は、夜のストレンジャーであった。東武鉄道、鬼怒川温泉の発車メロディ変更セレモニーに、尾崎愛美さん登場、マイナビニュース2014年3月3日、SL 転車台、ディーゼル車乗せて、デモ回転鬼怒川温泉駅下付け新聞2017年4月11日、東武鬼怒川先進駅、東武ワールドスクエアの、 開業日を7月22日に決定しました。東武鉄道。2017年2月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年2月28日閲覧。平成29年8月10日、SL 退樹出発式典に、石井大臣が出席国土交通省東武。日光駅は、その後、2018年3月に放送装置を更新。 かつて当駅で使用していた、クリスタルクリアーリバーの音程が高いバージョンに変更されている。絹川温泉駅の発車案内メロディが、東部ワールドスクエアテーマソングをアレンジした曲に変わります2014年3月10日、東部鉄道株式会社、東部ワールドスクエア株式会社駅情報、東部鉄道日光、絹川エクスプレスは、東部ステーションサービス株式会社が主催し、東部バス、 日光株式会社のバスが利用期間となる会員制バスであり路線バスではないが、便宜上この節に記載する。ありがとうございます。